阪神淡路大震災から30年となるのを前に震災の教訓を次の世代にどう伝えていくかについて考えるシンポジウムが神戸市内で開かれました神戸大学と人と防災未来センターが開いたシンポジウムでは神戸大学の学生ボランティア団体のメンバーらがこれまでの活動内容や震災の教訓をどのように受け継いできたかを発表しました。 神戸大学では震災直後の1995年1月23日に被災地を支援する学生団体が発足これまで炊き出しや風呂の運営などさまざまな被災地支援を行っていて元日に発生した能登半島地震では石川県輪島市や七尾市へも支援しています。僕はは、お二人人のの活動とととか見てて思ったのはすごいやったやぱり人と向き合うことを 大事にしてきてるっていうのは、やっぱり救援隊の伝統としてあって、それはおそらくお二人の上の代からも受け継がれてきているものなんじゃないかなっていうのは思っています。神戸大学では震災の教訓を伝える取り組みを今後も続けていくとしています。住民の